ではここまでの話をまとめましょう。13年間あなたは悪夢の次元に閉じ込められていた。闇の世界、ニューヨークに似ているもの、湖の底から行けそうだけど実際にあるわけじゃない。今になってそこから出られた。邪悪なドッペルゲンガーも、ミスタースクラッチね、それとも闇の存在、両方どちらにもなる。俺の姿の時はスクラッチが、奴は姿を変えられる。そしてスクラッチは想像通りに世界を書き換える。それはお前の想像でもある。同じ姿だしな。世界を悪夢にするだろう。ディアフェスト、今度開催される祭りの時にね。あなたが小説を書き闇を抜け出した。原稿があったわ。でも分身がホラー小説にし、現実を変化させ、人々をおかしくして闇の世界が現れた。多分闇の世界に触れたフィクションは現実を変えられる。物語が現実になり全てに入り込む。そうそう、夜に訪れる闇だ。前回は2010年のことね。ああ、前回は全てが一度に起こっていない。物語が進みながら現実になり、闇の存在は湖に囚われていた。そいつが望んだ結末を実現したが阻止した。だからまだ時間はある。魔法のスイッチが出てくるの。クリッカー、ただの魔法のスイッチじゃない。スクラッチは自分の結末のために狙っている。止めよう。クリッカーを手にし、やつを闇の世界に送り返し、全て終わらせる。なあ、イカれた話だが、記憶が穴だらけだ。どこまで信用していいか。夢を半分しか覚えてない感じだ。ウェイクさん、あら、この一日で私たちも異常なものを見てきたわ。私たちはなぜそれに書かれてるの？多分あんたのビジョンを見た。闇で、あんたが助けてくれたから脱出できた。それが物語にあるなら、スクラッチが改変したんだ。みんなを痛めつけるために。ありえない、これほどのことを。樹木の教団って聞いたことある？ああ、そうだ。鹿の仮面をつけた不気味な奴らだ。儀式で人を殺し、犠牲者は闇に飲まれて怪物へと姿を変えるって話だ。どっかの作家が書いたホラー小説が元ネタだろうな。ん？何かピンときたか？教団。ああ、そうだ、奴らがクリッカーを持ってる。教団がクリッカーを持ってるなら、奴らはスクラッチの仲間ってこと？なぜクリッカーまで持ってると言い切れるの？スクラッチのために動いているのかも。確証はないが、混乱してるんだ。今の話を信じてほしいなら、正直になってもらわないと。ああ、もちろんだ。混乱してるのか、それとも何かを隠してるのか。教団がクリッカーを持ってるとウェイクが言っていた。なぜ知ってるの？作家は読者でもある。次の章、次の章、また次の章。原稿を守らなければ、言葉の暗い輝き。ウェイクは原稿を隠している。それで教団がクリッカーを持っているとわかるのね。ウェイクには分身、
ミスタースクラッチがいる。今はどこにいるのかしら。俺の顔を持つ激怒の雲、自身の中にいる闇の世界、俺の作品をかき消そうとしている。スクラッチはここワシントンにいる。ウェイクを狙ってるのね。スクラッチはウェイクとウリ二つ。それはなぜ。夢の人生を生きている者を目覚めさせるな。俺は岸辺まで泳いだが、水は増え続けている。ウェイクとスクラッチは明らかに関係がある。ウェイクが脱出したからスクラッチが出てきたのかも。それがその逆。それじゃあ原稿をもっと持ってるわよね。分かってるわよ。この原稿の重要さを分かってないだろう。これだけが先を読む手がかりなんだ。何とかしようとしてるのはあなただけじゃない、私たちの仕事よ。分かった、渡すよ。持っているのはこれで全部だ。気をつけて扱え。ウォータリーの外れにあるトレーラーの中で、サーガー初めてウェイクのクリッカーを目にした。樹木の教団の手の中に信者がサーガーを見つめていた。サーガーは武器を抜いた。ウェイクはいろいろ教えてくれた。でもまずクリッカーを見つけるのが良さそうね。それを見つければ彼とも見つかる。うん、樹木の教団にはウェイクが言ったクリッカーがある。彼らはこの全てに関係している。これまで見つけた原稿はアラン・ウェイクが書いたリターンというホラー小説の一部。そこに書かれてることが現実になってる。書くならロマンス小説にしてほしかったわ。ダメね。わからないわ。全てはあのページに。クリッカーもカルトも。ウォータリーでトレーラーを見つけなきゃ。ケイジ、ここでウェイクをしっかり見張っておいてね。分かった。ダメだ、俺も行く。それは無理だ。これは FBI の捜査だぞ。あんたの服に FBI のバッジはついてないだろう。闇の世界で書いたものがどうしてここにあるの。俺が書いたらしい。ずっと書き続けていたことは覚えてる。前にこんなことになった時は
闇の世界から原稿が送られてきて俺を助けてくれた。今回もそれと同じかもしれない。今日のところは以上よ、ウェイクさん。ご協力に感謝するわ。原稿が正しいなら調べないと。カルトを見つけるの、誰かが信者なのかも。それにスクラッチ、彼の文才はともかく、このページも真実だと分かったら事態は進展する。そしたら応援がいらなくなるかもしれない。いいわ。でもあの塩のことは忘れないで。物語の私はオータリーのどこかにあるトレーラーの中にいた。聞き込みましょう。こんにちは。今ちょっといい？ああ、久しぶりだね、アンダーソンさん。トールとオーディンはここにはいないよ。あいつらは古き神々だから、いつも突然いなくなるんだ。ああ、実は別のことを聞きたいの。この辺りのトレーラーの場所を教えてくれる？もちろん。ウォータリーライトハウストレーラーパーク、エルモコスケラがオーナーだ。あいつは町でいろいろ持ってるよ。どこにいるの？イルモとその弟を橋で見かけたよ。あ、いや、橋があったとこでね。家は近く？家はブライトホールズだ。ちょくちょく見かけてただろう。ウラジーミルブルムってんだ。ウラジーミルと呼んでくれ。療養所で働いてる。お年寄りの世話をするんだ。今日は日帰り旅行でな。音楽にサウナ楽しいぞ。俺がバスで送迎するんだ。お年寄りは大切にしないとね。それにいいバスね。それじゃ。おい、サーガ、こっちだ。ねえ、イルモ、スティーブンとの森の散歩はどうなったの？またお客さんを笑顔にできたよ。後でネットにいいレビューを書いてくれればいいんだが。またウォータリーに来てたんだな、サーガ。町中のみんなが待ってたよ。また会えたな、サーガ。まるで昔から私を知ってるみたい。最近こんなことばかり。樹木の教団は知ってる？ああ、都市伝説と思ってたがな。子供が不気味なマークを書いて遊んだりするが、それが笑い事じゃなくなったってことが。ほんとひでえ事件だ。みんなショックを受けてる。私たちで調べてるとこよ。すぐに日常が戻ればいいんだけど。本当にそうだな。早くここらしい日常が戻ればいい。あなたがトレーラーパークのオーナーよね。ちょっと見せてもらっていい？なら、ウォータリーライトハウストレーラーパークのオーナーたるこの俺が助けになるよ。愉快な住民が戻ってくるのは嬉しいね。住民？一体何のこと？そうやって支払いを逃れようってのか？心配すんな、もう肩ついてる。娘と一緒に住んでいた場所に戻るのは辛かっただろう。みんな別の現実の記憶があるみたい。ホラー小説に記憶をめちゃくちゃにされた。コーヒーワールドって？俺たちのコマーシャルを見たことないのか？楽しいアトラクションとうまい食い物のテーマパークだ。
前までは本物のヘラジカまでいたんだぞ。それにコーヒーワールドの隣には俺たちカレバラナイツモーターサイクルクラブがある。今はディアフェスト用の出し物作りで忙しいんだ。だがまだ覗かないでくれよ。ディアフェストでお披露目するやつなんだからな。それで、あのコマーシャルね。あれはただのコマーシャルじゃないぞ、サーガ。地元の視聴者を楽しませ、俺たちの上質な製品やサービスについて教えるために作ったんだ。ヤッコはカメラの前じゃめちゃくちゃ生き生きするんだぜ、マジで。黙れ。俺はただ酒を飲みに行っただけだ。イルモはなんて言うか知らんがな。俺は脚本家でプロデューサーで、出演者兼監督だぞ。どれも見てみるといいさ。楽しめるぞ。何か見落としてる。情報をまとめないと。教団は都市伝説だとイルモは思っている。本当に？真夜中に何かぶつかるような物音がする。本当だったんだ。全部本当さ。みんなに連絡しろ。舞台を召集だ。ヤッコ、森の影が這い寄ってきてる。彼らは都市伝説だなんて思ってない。危険だと分かってる。イルモは私がここに住んでいたかのような話しぶりだった。本当にそう思っているのかしら。光、笑い声、そして愛が家へと導いてくれる。サーガとその娘、おやおや、住民が幸せなら不動産の価値も上がる。家族は何より大事だ。彼女がいない間はトレーラーの面倒を見てやろう。彼女も俺たちの一員だからな。彼女のスペアキーは大丈夫だ。コスケラ兄弟の記憶では私がここで幸せに暮らしてる。これが二人を蝕む物語に違いないわ。今は話を合わせましょう。トレーラーの鍵が必要だから。冗談は置いといて、ぜひトレーラーを見てみたいわ。スペアキーはある？ああ、あるぞ。ああ、コーヒーワールドにスペアキーが置いてあるよ。取ってきてやりたいが、俺たちはブライトフォールズに用があってね。スペアキーはギフトショップの金庫にある。電話して誰かに出しておいてもらうよ。おっと、道は水浸しだな。だが俺の後ろにある道をたどればそこへ行けるぜ。サーガを手伝うよう電話してくれ。ああ。またカルトの物資。いないの？いない。彼らは脱出したの？それとも捕まった？それともあいつらの仲間になってしまった？トレーラーパークの鍵を回収しなきゃ。鍵はギフトショップの金庫の中。鍵がかかってるわ。こじ開けるためのものが必要ね。メンテナンス用のリスト。
うん、ドライバーね。物語が周りの現実を変える。それが本当なら、どれが現実でどれがフィクションなのか知っておかないと。続けましょう。コーヒーワールド、世界で一番カフェインが強い場所。鍵探しを手伝ってくれる人はまだいない。ドライバーを使ってギフトショップに侵入するのは FBI の正式なやり方じゃないけど。またカルトの箱。大丈夫。あら、これでギフトショップに入れるかしら。さて、金庫はどこ？鍵がかかってるわ。イルムなら何をコードにするかしら。金庫を開けないと。暗証番号は？イルモ、誰もパズルなんてしたくない。普通に鍵を使え。いや、パズルは評判がいいぞ。頭の切れるやつだけがいいパズルを作れる。あたりを探れば答えは見つかる。熱心なやつほど報われる。ギフトショップに金庫を開く答えが。コーヒーワールドのスタッフがみんな怪物になってなきゃいいけど。
写真にステッカーが。オーケー、イルモはきっと数独が好きなタイプなはず。私のトレーラーの鍵ね。さあ、クリッカーとカルトを見つけなきゃ。雨に混じっている。水を飲むなよ、ブロモだ。二度とな。密造酒だ。飲めるのは密造酒だけだ、兄弟。そうだ。とても信者には見えない。役に立たない。なんだか変な気分だ。どうすればいいのやら。老いぼれちまったな。ごめんなさい。アンダーソンって人のトレーラーは？時間通りだな。話してたとこだ。嘘だって。嘘はダメだ。体が弱くなる。一言だって信じるな。ああ、奴らが信じるのは実際には心の底で命令されたがってるからだ。俺らは反逆者。現実になる前に止めるんだ。物語の一部になるな。ああ、物語を作るんだ。あくまで地獄に落ちろ。酔っ払いのおじいちゃんたちにはホラー小説の影響がないみたい。何が起きてるか分かるの？どうして物語のことを？もちろん俺らはお前と一緒なのさ。俺らは家族だからな。アンダーソン一家だ。バイキング、神々だ。やっと会えて嬉しいよ、サーガ。お前の王子のオーディンだ。こっちはお前のモルファル、トールだ。あ、サーガ。こいつはお前のおじいさん。俺は全ての父だ。この二人もおかしくなってる。みんなと同じだ。集中しなきゃ。トレーラーを調べましょう。忙しそうだな、可愛い子ちゃん。仕事の邪魔はしたくねえ。暇な時に会いに来な。俺たちの憩いの場。お酒の匂いが。この世界では FBI を辞めてる？
イルモがくれたダジャレの本、物語の私たちはそんなに親しいの？そう考えれば彼の態度にも納得がいく。アテナは私か。もうかなり前のものだけど、ウェイクの言う通りだ。あのホラー小説は人々の記憶だけでなく現実すら変容させる。母さんが書いたカード、魂を揺さぶる曲だ。ここの全てがローガンを思い出させる。本当の彼女の部屋かも。あまりに現実味があって心が揺さぶられる。母さんがローガンにあげた北欧のお話。ボン、昔ローガンが好きだった。ローガンの子供捜査官の資格証、かわいい。新しい親戚が樹木の教団と一緒にいる。クリッカーだ。原稿通りにカルトが持ってるわ。カレバラナイツ、コスケラ兄弟のバイククラブね。オーディンとトールに言われたように老人ホームに行こう。バイカーの作業場を見つけてから。嘘よ、ただの作り話よ。本当じゃない。ローガンは家、大丈夫。そんな、学校ね、デビット。物語が現実に。スクラッチがホラー小説で私を痛めつける。ウェイクを止める時間はあると。で止められると。いや、デビットだ。メッセージよ。デビット、ローガンはこれを聞いたらすぐ。信者なの？ここで一体何が起こってるの？そんとも、まずいわね。みんな操られてしまったの。こいつらを何とかしなきゃ。事件に集中するの。あのローガンの見出しは偽物だ。無視しなきゃ。カルトが持ってるクリッカーがあれば何とかできる。まだここにあるなら見つけなきゃ。開かない。彼らは中にいる。鍵を開ける方法があるはず。
当たりね。ここはカルトの隠れ家よ。もしかして本部かも。地下室ね。カルトは物資を残している。役に立ちそう。これでよし。ナイチンゲールの儀式は終わってない。いい加減な組織ね。命令が無視されてる。これがカルトの活動。儀式。不気味な地下室。彼らは私をもてあそんでいる。もう少しだったのに。クリッカーは彼らの手にある。見つけなければ。一体どこに行ったのだろう。ここウォータリーにも境界域があった。パレードのフロートが鍵だった。マリガンとソーントンはそこへ行っていた。クリッカーを持って、彼女を止めるためにこの怪物をここに残して。ここに境界域がある。コールドロンレイクみたいに。マリガンとソーントンはナイチンゲールと一緒よ。彼らは中だ。そして待っている。パレード用のフロートが鍵。以前のマリガンとソーントンは普通だったのに、どうしてこんなこと。ひどい過ちだった。影がマリガンとソーントンを覆った。彼らの顔に影がかかる。そしてその体まで満たしていく。ブライトフォールズの警官の力、白いサンドイッチのせいだ。マリガンとソーントンはナイチンゲールのように。マリガンとソーントンは教団のメンバーね。嘘は君のように漏れている支配のスリル。一本の木ではない埋もりだ。言葉、このような秘密は消えない。リーダーは複数だ。パレード用のフロートはどこ？ヒューズ、これでエスプレッソエクスプレスを動かせる。
ローズ、あのダイナーのウェイトレスね。変なカルトね。パレード用フロートかしら。ウォータリーの暗き過去から作られた境界域、入るための儀式はフロートの作成とつながっていた。アートが鍵だ。それにはサーガを引き入れる力があった。コールドロンレイクで死と心臓を捧げ、境界域が開いた。フロートは何かが足りない。気持ち悪いパレードのフロートね。忘れがたい笑い声なんて聞こえない。プーッコの意味はわからないけど、ナイフがなくなっているよね。マスクをつけてたりつけてなかったりするのはなぜ。次はあれを止めて回路基盤の位置を作るの。これがコスケラのパレード用のフロートね。4つのものが欠けているみたい。マスクだけは場所が書いてなかったけど。ギフトショップ、エスプレッソエクスプレスね。わかった。何かわからない。フェアトレードファンゾーン。腕が動くような何かを。サウンドトラックがない。フロートの殺人者はマスクをつけていない。マスクが必要かしら。
フロートの殺人者はナイフを使った。現実を元にしたアート？フロートの材料としてマスクがあるわ。それはどこかしら。かわいそうなヘラジカの藻か。俺を魅了しかしなかった。これで分かった。ロイルもコーヒーを飲ませちゃダメなやつもいるんだ。モカは電動で生き続けるだろう。モカは頭を失った。マリガンとソーントンめ。マリガンとソーントンがマスクの場所を知ってる。マスクがなくなってる。どこかしら。死人がよみがえる。グランドマスターの冠。ヘラジカのステーキなら悪くない。すべきことを終わらせたいだけだって。彼らなら場所を知ってる。絶対に。マスクはどこ。射出して漂白する。みんな彼にひざまずく。かすりかけた人。クソ女にどっちの方が上か教えてやった方がいい。ヘラジカのマスクはコーヒーワールドの不渡りの井戸よ。何かが見えた。コールドロンレイクでもそうだった。このコーヒーワールドには井戸がある。そこにヘラジカの頭蓋骨があるはず。マスクをフロートへ運ぼう。ヘラジカの頭蓋骨はここよね。おもちゃのナイフは？よかった。君の悪い笑い声を。あなたのナイフよ。よし、それじゃあ連中からクリッカーを取り戻そう。マリガンとソーントンを追った。思い上がったら首がいたくさん。
物語がローガンを捕らえようとしているけど阻止できる。クリッカーがあれば。アンダーソン、騙さない。やつに。ウェイク、他の境界域でも彼を見た。どうなってるの。またループってわけね。これは悪夢よ。目覚めることのない悪夢。別の方法を探さなきゃ。閉じ込められたってどういう意味？スクラッチの物語を書き直そうとしたが、次は奴が。脱出ってどういうこと？もう出ているでしょ。
スクラッチも知らん。前進してる。俺はあんたをヒーローとして描き上げる。俺の家族、俺たちを救え。彼女の家族って、私の家族ってこと？そうだ、うまくいっているよ。どういうの？その調子だ。ホラー小説に私の家族を出したっていうの？教会域にいつも彼が。でもいないはず。このビジョンは彼が囚われていた時のもの。クリッカーで悪夢を止められる。